途中までとか途中からなので、ちょっと今から食べ物を買いに行くのもちょっと面倒くさいので、お家にあった野菜を茹でて食べようかなと思って、今ちょうど水温めてるんですけど、だからちょっと今変なところでやってます。明日も早いんですね。明日も早い、明後日も早い、明後日も早い、その次も早い、ずっと早い。ちょっと疲れちゃった。奪らないのってね、ウーバーだよね。ウーバー？ウーバー？ウーバーイーツ、ウーバーイーツって名前だよね。ね、そんな頭がなかったわ。確かにウーバーイーツすればよかったな、今日ぐらい。体調崩さないでね。いや、ほんとそう。いや、マジで、今ちょっと怖いんだよね。周りの子がみんな咳してるから、マジで。なんかちょっとそろそろ大西もなんかやばそうやなって思いつつ、だからちょっと、晩ご飯別に食べなくてもいいやと思ったんですけど。食べとかないとね、免疫力下がっちゃうので、しっかり食べたいなって思います。うん眠いよねって。いや、眠くはないんだよね。なんか今これ私どういう感情なんだろうか、ほんと分からない。なんか睡眠がさ少なくなるとさ、心が落ちてっちゃうよね。なんか寝てて、ありがとう、寝るわ。ちょっとご飯食べて、お風呂入って、明日も明日お話し会の前にそう一個あるんですよ。だからちょっと結局明日も朝早いから、もうなるべく早く寝れるように。あ、グツグツ言ってる音がする。どうしようこれ。よいしょ。あ、沸いてる沸いてる。あ、めっちゃ湧いてる。どうしよう、ちょっとここに置いていたらなんかあった。あ、いい置き場所あるじゃないか。はい、スリートッケ、はいはい、もうちょっとかのめんどくさいから、ね、こちら野菜でございます。大量の、うわー、でも切りたいな。ハサミ、ハサミでええわ。家じゃないね。え、家じゃないね。うわ、ここ家じゃないの、大西の。あれ、これ誰ん家じゃん、怖っ。私ん家じゃないの、もしかして。マジかよ。怖いじゃん。どういうこと？私、違う人。トンチ入ってきたもん。向きが違うだけでしょ。向き、まあまあそうだね。いつものキッチンの向きにするかい？その方が安心かい？
かい、みんなが。これでいいかい。嫌なんだね、見慣れてないとね、見慣れた景色じゃないと嫌なんだね、みんなはというかというかなんですけど、よいしょ、はぁ、あ、やばい、なんかちょっとさすがに疲労が溜まってきたな。みんなはこういう場合どうしてる。食べたらお米欲しくなっちゃうじゃん。でも今からお米を炊くっていう気力はないって。マジでちょっとコンビニ寄って帰りたかったな。でもね、タクシーでね、今日途中からタクシーで帰ってきたんですけど、一応コンビニ寄ってもらおうかなと思ってたもん。でもさ、タクシーのさ、運転手さんがさ、今日帰ってくるときに2回道間違えてさ、そう、ああ違います、そこ、ああ通り過ぎたみたいな、 U ターンしますねって言って、ちょっと行ってから U ターンして、もう一度渡ってほしいところまたスルーして、ああみたいな。そうだから結局違うルートから帰ってきたから、コンビニに行けるルートじゃなくて、わざわざコンビニまで行ってくださいっていうのも、もうお金かかるから嫌だったから、そう諦めちゃった。もうなんだ、ちょっとこれしゃあない。他に何かないの？野菜があるっていうだけ。野菜だけじゃ少ないかな。でもちょっと、これやってウーバーするのもちょっとな。はい。何の野菜？ネギと。ネギと水菜。晩ご飯かな、これ。これしかないんだ、おにしんちでも。ネギ、長ネギと水菜。長ネギと水菜です。確かにこんなんじゃ栄養もなんもないから、ね。ポン酢で食べようかなと思ったんだけど。カップ麺ないのかなって、カップ麺はいっぱいある、カップ麺だらけ、お家今マジで、あの欧風チーズカレーめっちゃあるよ。まあそれ、まあこれ食べてお腹空いたらちょっとそれも食べるわ。そうね、それでもなんか足りないなってなったらそれ食べる。船の気分じゃないのか。いや、こうなるべくさ、なんか昔はね毎日カップ麺とかだったんですけど、そうやっぱこの年齢になってからさ、この年齢になってからというか、割とちょっとね気にするようになったんですよね。なるべくこうカップ麺を食べないようにしようじゃないけど、あっちの部屋にももう一個コップあるわ。もうコップ、もうさ、私本当に洗い物がさあんま好きじゃないんだよね。
あ、納豆あるわ。納豆ダメ？納豆、納豆あるよ、2パック。いいじゃんいいじゃん、納豆ある、納豆。納豆食べたらまあ割とお腹膨れるよね。あの、あと私何あるんだろう今冷蔵庫。卵あるよ。梨もあるね。ウインナーもあるね。お腹すいたらウインナーってめっちゃ朝食みたい。ウインナーと卵焼けばいいわ、完璧。ただそこまで洗い物を増やしたくないっていう私の願いもある。茹で上がった野菜が完成しました。ウインナーも茹でるべって。もしウインナー茹でる派じゃないので、よし、じゃあちょっと作ろう作ろう。これはこのワンは後でちょっと水洗いしてポン酢入れるやつにするって考えたら、まあ別に洗い物が増えたとは思わない。はいはい。あ、でも卵が2つしかないよ2つしかないと卵焼きはちょっと作れないから。でも卵ってタンパク質？卵ってなんかいいの？2個で作れるかな卵焼き。タンパク質じゃあもうこれ使っとこう。ちょっと2個でチャレンジしてみるか。もにし自分で卵焼きを作るときは最低でも3個は使うんですよ。形が綺麗に作れないから。あ、来た。そうだが、しかし今うちには卵が2つしかない。なので卵2つで作ってみようの回でございます。で、卵焼きやったらウインナー焼いて完璧。ちょっとお砂糖入れちゃおうっと。甘くしちゃうもんね、贅沢。目玉焼きでは、目玉焼きあんま好きじゃないんだよね、美味しい文句ばっかり言って。もう完全にちょっと朝食のメニューですが、ですが背に腹は変えられん。今朝の気分を味わうのもよし。普段お店朝ごはん食べないからさ、お家で。だから上着に、確かになんで美味しい。いやほんま帰ってきてからさすぐやったのよ、ショールーム。上着もでも卵焼き作るのさ上手なんだ。いつも形綺麗なんだけど、今回は2つでやるので、さあ足りるのか。そもそもあの貴重な卵だから、あ、やばい、入れすぎた、終わったもん。あ、もう終わったじゃん。ねえ、なんかめっちゃドロンっていったじゃん。もう3回ぐらいに分けたかったのに、気ぃつけていかなって思った途端にもうこれや。
あんた、ちょっとだけ戻ってくれへんか。はい、もう、はいはい、もうこんだけでいいから。もうあと今やった半分しかないよねえ。ほら、もう次ラストなの。ね、無理だよ。ちょっとあと、ね、あとちょっとしか残ってない卵。ねえ、もう形もなんもないじゃん。あんた、ほんでこれ耐えるんかい。あ、ギリ、まあ2回目がしっかりできるぐらい。もう一個、わあ、ほら、こうやって、いや、でも私にはね、こういう時のためのほら、紙皿というものを用意してあるんです。常に本当便利なんだから。そう、普段こういう時自炊も何もしないんですけどね。ただちょっと今日はコンビニに寄れなかったっていう理由があってのあれなので、ね、おい、あ、砂糖の味がする、美味しいじゃん。本当に朝食メニューじゃん。意外とうまくできたよね。2個でも意外と上手に。うわ、いい匂いするじゃん。偉くない？なんかなんだかんだちゃんと、ちゃんと作ってるかどうかは分かんないけどさ、まあ作ってるって言わないかもしれないけど、これを。でもまあ偉いよ。でも少量の配信を今やってて、みんなが相手してくれてる中だからっていうのもあるけど、みんながこう一緒に喋ってくれてるから何か作れるわ。ありがとうね、本当に。忙しいのに料理してて偉いよねって。違うのよ、忙しいが理由じゃない。もうコンビニに寄れなかった、私はただそれだけで今日は作ってるだけなの。でもだからこういう時のさ、それこそウインナーとかさ、非常食って大事だよね。あとこれと、あとなんと今日朝ごはんじゃん、めっちゃいい匂いするし。え、取れたんだけど。
今の映ってたのかな。なんか壊れたんだけど、ここのさ、あのアホにいつも引っ掛けてんだけどさ、え、なんで今日はそういう日なんだ。きっとじゃあお店は分かった、もう認めるよ。今日もうじゃあ 何が起きてもは言わない。ちょっとこういう不幸なことがちょっとだけね、ちょっとだけ不幸なことがある日なんだ今日は。朝ごはん完全なる朝ごはんメニューが完成しました。よしね、お願い、ついでにこのフライパンだけ洗わせて、今このみんなが見ている前で。一人になったらもう絶対やんないから、お願い、これだけ洗わせて。これ洗ったら、あの呼んでいくわ。でもあっちそうだからもういいやもういい、もうお腹すいた。よくない？今何時？今11時ぐらい？ほら11時過ぎてるでしょ。ねえ、ランキングの肩読みます。ちょっとさすがにちょっとね、あの今日はというか、あのここ最近の疲労が今来てるからちょっと休むわありがとうよ。でもみんなのおかげでタンパク質取れそうだわ。お肉も取れたし、大西一人だったらネギと水菜しか今日は食べてなかったから本当にありがとうね、みんな。ありがとうありがとう、大西に栄養をくれてありがとう。よいしょ。じゃあ、あのランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。そう、育成ゲームみたいだね育成ゲームみたい。栄養くれてありがとう、ありがとうね本当に。じゃあランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ。わあ、肉じゃが食べたいな。今ママのコメント見たら、わあ肉じゃが食べたい、肉じゃが食べたいな。母、肉じゃがちょっと作りに来てもらってもいい？あのちょっと近々この武道館終わったらぐらいで、武道館終わって11月でもいい。行きます、ありがとう。どうし、肉じゃが食べないとやってらんないわやってらんないわ。何かモチベを作ってもらわなきゃいけないので、ちょっとじゃあ作りに来てくださいお願いします。よし、じゃあランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ。待って、旅費払えますって人いる、本当に本当ですか。母の交通費を払ってくれるの、ありがとう大歓迎、ありがとうね、よろしくお願いします。あ、じゃがいも代出します。マジ助かるんだけど、ありがとう。じゃがいも代は出してくれるの、嬉しい。あ、食材だ、お金です。あ、本当？お肉、わ、めっちゃ豪華な肉じゃがになるよ、そんなんしてくれたらでは振り込み先よって母言ってるありがとうございます本当にマジ
うわ、なんでも出してくれるじゃん。ありがとうね、本当に。気持ちだけいただくわ。その気持ちを。題して私から、私の口座から全部聞いといてください。ということで、じゃあ、ランキングの方だよね。ランキングの方読んでいきたいと思います。いきますよ。いきます。1位、キョイさん、ありがとうございます。イェイ。そして2位が、ボスブラックさん、ありがとうございます。イェイ。そして3位が、燃えるゴミな人。一回くらい名前呼ばれてみたいな。ん？何この説明欄みたいな。本日誕生日を迎えて、年齢なんて数字と思いたい自分と、おじさんの年齢になったことに複雑な心境です。3。え、これ燃える、これが本当の名前なの？あなた一回ぐらい名前呼ばれてみたいなって言ってるけど、燃えるゴミゴミな人っていう名前があなたの名前ですか？本当にその名前？本当にいいよ、今呼ばれるチャンスだけど、いいの？そしてお誕生日おめでとう。年齢なんてあれだよ、ただの記号だけど、まあいろいろ思うところはあるよね。それは大西もそう。年齢はただの記号だけど、年齢を気にしている自分がいるのも事実。それは変えらんないけど、でもそれを気にし始めたらしゃあないって今日知った。そう、今日もぎさんと隣だったんですけど、楽屋がね、そうそう、若いねみたいな話になってて、誰真中ちゃんの話してたのかな。だから若いねみたいな、それ気にし始めたらきりないよねってなったんです。あなたはそれまでの人生を今無事に歩んできたっていう証なので、年齢は。そうです、誇りに思ってください、自分の年齢を。そこまで生きるっていうことが本当に素晴らしいことだと思うので、まあ気になるかもしれは知れないんですけど、自分の年齢を誇りに思って今後過ごしていってください。本当にこの名前なのかな、燃えるゴミゴミ。じゃあ燃えちゃんにしよう。燃えるゴミはダメだからね。はい、じゃあ3位、萌えちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が、さとちアットマーク、おにしぐんさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が、よっちゃんのゆうももち、大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして、6位が、KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が、大粒ちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が、あっくん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が、えとさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が、としちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がハッチー、ありがとうございます。イェイ。そして12位が黒芝のりこてんさん、ありがとうございます。イェイ。そしてラスト13位がコーヒーレンさん、ありがとうございました。イェイ。ありがとうございます。ということでですね、やばい、座ったらめっちゃ眠たくなってきた。一気にまぶた割れてきた。でもせっかくご飯作ったから絶対食べる。よし、オッケー、立つよ。西はもう今のうちに立っておこう。もうここで寝てしまいそうだ。よし、立った。私は立ちました。よし、ご飯食べます。ありがとうございました。ということで、ではでは本日はこの辺で終わりたいと思います。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。そして田口チーム K の応援も本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。ありがとう。最初配信した時マジでちょっと死にそうな感じで配信した時、お話ししたら元気出ました。ありがとうね。じゃあバイバーイ、ありがとうございました。